こんにちは、ゆうぽんです。はい、今日もこちらマッチングアプリで出会い中してみた続きやっていきたいと思います。確か前はこの左の子と真ん中の子に会って、まだ犬と会ってないので、今日はね、犬と会いに行きたいと思います。はい、ってことで、じゃあ早速本日デートする方、愛理ちゃん一回デートして、写真めちゃくちゃ可愛いのに実際会ったら思ってたんと違うっていう子が来て、で、さやかちゃん、この子宗教だったんだよね。もう訳が分からなかった、うちには。さやかちゃん一番嫌だったね。で、今日はこちら、皆さんお楽しみに待っていた、Mちゃん。こちらですね、顔がまだ公開されてないっていうのと、まぁ、Mっていう名前もそうだし、いろいろね、もう隠されてるわけなんですよね。なので、今回はこちらのMちゃん、犬のアイコンの女性と遊んでいきたいと思います。パオ！じゃ、いきまーす。決めた！エムさんとデートをすることにしよう。大丈夫か？道場なんか実は男でしたみたいな。エムさん、返事遅くなってごめん。明日の予定は大丈夫だったので、ぜひ一緒に映画行きましょう。チケット代は会った時に渡せば大丈夫かな。あ、なんか見に行くって言ったっけ？同じアニメオタクなんだったっけ？確か。よかった。ワン！うん！ワン！それで大丈夫。ワン！ああ、大丈夫だって。よかったよかった。じゃあ明日は、池袋駅東口前に12時集合。わっ！わかりました、12時集合。服装は、花柄のワンピースを予定。わっ！花柄ね。犬が花柄ね。多分、当日見れば、わかると思う。わっ！わかりました、じゃあ見ます。了解です。アイスター映画、楽しみですね。アイスターの映画なんだね。アンスターみたいな言い方すんね。です。わっ！予告見ると、作画のクオリティも高そうだし、期待大、ワン！あ、よかったですね。期待大ですね。楽しみだ、それは。残念だけど、他の二人にはお断りの連絡をしておこう。いや、断ってよかったよ。明日のデート、楽しみだな。アイスの新作映画はもちろんのこと。Mさんと直接会ってアニメトークできるのも楽しみだ。確かに、同じ趣味を持ってると楽しいよな。俺は久しぶりに、アイドルマスターズのアニメを見返してから早めに就寝した。おー、偉いね。なんか、ちゃんと話し合うようにアニメ見返して明日ちゃんと話そうっていうのはすごいいいね。前もってね、何かしらね、話題を作っておいたりすると楽なもんよ。デイ7日曜日、来ました。うわー、朝かー。朝です。どうですか、今日の気持ちは。よし、今日はデートの日だ。気合入れていくぞ。気合入れていけ。でもあんまり気張りすぎるなよ。あんまりね、気張りすぎるとちょっとあれだから。行ってきまーす。行ってらっしゃい。誰もいないのに行ってきますって言うので、俺はいつもより入念に歯を磨き、元気いっぱいに家を出た。まあ歯を磨くことは大事だよね。やっぱ初対面でこいつ息くせえなってなったら結構やばいんでね。大事です。うわ、池袋来ました。なんだろうね、ここの人たちはほとんど池袋だね。池袋駅東口、よく私が行くとこですね。よく出没します。ただここは結構古いんだよね。時刻は11時50分、約束の時間まであと10分ほどある。周囲をキョロキョロ見渡して、肌柄ワンピースの女性を探すが、まだ来ていないようだ。どうする、来なかったら。緊張してきた。 Mさんって一体どんな子なんだろう。そう、顔もわかんないからね。本人の顔写真を見たことないから、容姿については想像するしかない。あんまりレベル高く想像すると、あってなるから、まあ、大体このぐらいだろうなと思った方がいいよ。アニメ好きのインドア派だし、控えめで大人しいタイプの子なんだろうな。まあ、アウトドアの子は結構ギャルだったりするけどね。うわー！妄想が膨れ上がってます。きっと黒髪ロングで、清楚系で、なんとかで、色白で、それからもうダメだって、どうすんの？なんか思ってたのと違う人来たら。大丈夫か！でもなんかね、さやかちゃんは可愛かったんだけど、まあ、愛理ちゃんちょっとダメで、さすがに可愛い子くんじゃないか、最後に。ゆうぽんくんですか？来ました！そうです！どうだ？突然後ろから声をかけられ、慌てて振り向く。そこ粘っていたのは、そこにいたのは、かわいい子だれ。え、あら、はじめまして、Mです。あら、
なんかなんとも言えないね。いや、特別可愛いわけではないけど、でもブスではないみたいな。まあちょっとムッチリ系のみたいな。まあ、確かにアニメ好きそう。うん、インドアっぽい。花柄ってここだけじゃん、花柄ワンピースって。思ったと違う服装も。どうだ、ユーポン。あれ？なんだあれって。想像していた女性とはかなり違うかもしれない。いや、多分君のね、想像がただただレベル高かっただけだと思うけど。ただただ。え？って、異界が、ついポカンとしまった。さすがにこの反応は相手に失礼だ。あ、すみません。あ、ご挨拶、失礼だな、マジユーポン。はじめまして。ユーポンです。もうユーポンで使うのやめてくんない？今日はよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。これが犬だったか。なんだこの沈黙は。向こうもあまり社交的なタイプのではないだろう。何を話していいのかわからず、気まずい沈黙が訪れる。どうすんの？まあ、行こう、アニメ、映画。がっかりしましたよね。うわ、そんなことない！なんかそう言われるとさ、お前、ユーポンもうちょっと気遣いよ。おい。え？突然、彼女の口からこぼれた言葉にドキッとする。あ、いいんです。気を使っていただかなくても。これが初めてじゃないので。でも結構あれなんだね。出会い目的とかそういうのではないのかな。単なる普通にこう映画を一緒に見てくれる人が欲しいとか、そういう感じ？と言うと、私、前にも一度アプリで仲良くしていた男性と会ったことがあるんです。でも当日、待ち合わせ場所で私の顔を見た途端、舌打ちして帰られちゃって、わ、それは失礼だな。いや、なんかさ、うちは個人的に思うよ。確かにマッチングアプリとかって結構顔が一番大事だったりするけど、その、トークしてる時にさ、こう話してる時に楽しかったりとか、安心できる人っていうのは、やっぱ容姿よりも中身が素敵だからだと思うの。安心してこう仲良くなれるってところまで行くってことは、中身が素敵だから仲良くなれるから、容姿じゃないと思うんだよね。じゃあお前何が良くて話してたんってなるじゃん、逆に。その波長があったり空気があったりさ、気があったり価値観があったりで話してるのに、顔見て舌打ちして帰るって相当最低だぞ。だからもうアプリは退会しようと思ったんです。相手の男性を不快にさせちゃうだけだから。でもどうして今回やろうと思ったの？でもユーポン君とマッチングして趣味の話できるのがすごく楽しくて、一度でいいから実際に会ってお話ししてみたいって思ってしまったんです。めちゃくちゃいい子じゃない？いや、謝んなくていいよ、エムちゃん。謝んなくていい。すごい素敵な子じゃん。そう言った彼女は悲しそうに笑った。おい、ユーポン。お前。おい、ユーポン、なんとか言え。仮に、相手はこの世じゃなかったとしても、そんな対応ひどすぎる。もうお前も相当ちょっとひどかったけどな。男として、人として、最低だ。彼女がどれだけ傷ついたか想像するだけで、怒りが込み上げてきた。何言ってんだ、こいつ。最初だってユーポンだってさ、なんか、なんか思ってたのと違うみたいな反応だったじゃん。と、同時に、俺がした反応もきっと、多かれ少なかれ彼女を傷つけたんだろうという事実に胸が痛んだ。そういうこと。顔じゃないんですよ、ユーポンさん。 M さんが謝る必要なんて全くないよ。俺から見てもその男は本当にクズで最低だと思う。代わりに俺が、いや、俺にも謝らせてほしい。本当にごめん。でもどうか世の中の男がみんなそんな奴やなんて思わないでほしいな。そうだよ、たまたまクズ男だったってだけで。ユーポン君、もうここは付き合いましょうか。ほら、可愛いじゃん、おまんじゅうみたいな顔して。ありがとうございます。可愛い子だよ、結構。 M さんは安心したように微笑んだ。臭い台詞かもしれないけど、やっぱり女の子は笑顔が一番よく似合うと思った。というか、俺たち同い年なんだから敬語使わなくて大丈夫だよ。あ、同い年か。じゃあなおさらいいね。うん、わかった。じゃあ映画が始まるまで時間あるし、近くのカフェで時間潰そっか。よかった、ホテル行きましょうって言わなくて。前回言ったんだね、ユーポン。行きの電車の中で調べたんだけど、この辺に雰囲気のいいカフェがあるんだって。いいね、行きたい。どこにあるんだろう。私、本名はみゆきっていうの。外で M さんって呼ばれるのはちょっと恥ずかしいし、よかったら本名で呼んでほしいな。みゆきちゃんね。忘れそう、すぐ。
ごめんね、女の名前覚えられないんだうち。わかった、じゃあ行こっか。みゆきさん、みゆきさんよろしくお願いします。今日一日ゆうぽん。うわ、急に東京タワーが見えるんだけど。それからみゆきさんとカフェでたくさん話をした。好きな漫画の話、中学生の時やってたゲームの話、今期一番推してるアニメの話、最近はバーチャルなんちゃらにはハマってるという話。アプリで話していた時から感じていたが、彼女はとても趣味があった。ずっと昔から友達だったような気さえする。いやでもそういう人とやっぱ付き合った方がいいと思うよ。ゆうぽん、顔とかおっぱいとかそういうのじゃなくって。カフェの後に見に行ったアイドルマスターズの映画は本当にアニメ史に残るような感動名作で、終演後は二人とも号泣していた。あ、よかった、楽しんだようだね、二人とも。その後、みゆきさんとオタク仲間としてツイッターで絡んだり、通話アプリで会話をしながら一緒にオンラインゲームをするようになった。え、めちゃくちゃ気合うじゃん、あんたら。彼女は優しくておおらかで、細かい気配りもできる素敵な女性だった。え、ゆうぽん結構やるね。なんかさ、ゆくってれ、休憩がてれ、ホテル行けないって言った時は結構引いたんだよね、うち。マジか、その手のタイプかと思って。よかった。おまけにツイッターに投げる手料理の写真はプロ級の出来栄えだ。え、なんだっけ名前。あ、みゆきちゃん。みゆきちゃんのね。きっと将来はいい奥さんになるんだろうな、なんて思ってたら、3年後、23歳という若さであっさりと結婚してしまった。え？振られたってこと？俺？晩婚化進む現代ではかなり早い。23歳は確かに結婚早いね。お相手は同じ会社で働く3歳上の先輩らしい。話を聞く限りとても真面目で誠実そうな男性だ。うわマジか、ユーポンどうまい。え、お前はどうだったの？そして23歳で結婚しました。あなたは？友人が幸せそうで何よりだと心の底からそう思った。え、あなたは？それに対して俺は、今もなお、彼女いない歴年齢への記録を更新し続けて、嘘かわいそうなんだけど。誰がいないの？ゆうぽんの付き合いたい人。え、誰もいないの？お？なんだこれ、営業中。今日は、花の金曜日ということもあって、花金ね。飲み屋街は一層混み合っていた。お、飲み屋街で知り合うか？俺は、サラリーマンたちの波をかき分け、なんとか焼き鳥居酒屋、鳥富郷の前にたどり着いた。やばい。残業が長引いて約束の時間に30分遅れてしまった。誰と待ち合わせしてたの？みんなはこうとなきゃいいけど、高校時代の人たちとみたいな感じかな。だいぶリアルだな。らっしゃっせー。お、なんかいい BGM 流れてる。お客様、一名様ですか？なんか煽ってるね。なんか、お、お前寂しいなみたいな。一人飲みか。いや、連れがもう中にいると思うんですが、いますか？あー、誰？え、誰？入り口の近くの襖が勢いよく開き、中からおかっぱ頭の男が顔を覗かせた。え、誰？え、誰？おー、そいつよ、ゆうぽんさん。アッキーって誰？いたっけ、こんなやつ。ほら、こっちこっち、いたっけ、こんなやつ。誰？アッキーって誰？彼は強引に俺のスーツの袖を引っ張って、個室へ引きずり込む。そこには同じメンバーがすでに揃っていた。え、誰？誰がいいの？誰がいいの？誰？誰？一年前、オンラインゲームを通じて知り合った同士たちだ。え、また知らないんだけど。知らない人出てきたんだけど。てか、もうちょっと知ってない女の子とかいないの？女の子。残業お疲れ様。ゆうぽんくんは、ウーロン茶でいいんだっけ？はい。ありがとうございます。なんでこんな祭りチックな BGM。こんな時間まで残業とは、社畜オーツ。誰このメガネ。残業でどういうことっすか？もう誰なのだからみんな。まさか、エッチな上司と秘密の居残りオフィスラブやってきたってことですか？なんだこのアッキー。くぅー、リーマンマジパネー。ユーポンがやると思うよ、そんなオフィス恋愛。いや、オフィス恋愛結構エッチだよね。うちも憧れるなと思うけど。やると思うか、でも、ユーポンが。へっ、バカめ。我ら、ひも天四天王、誰だよ、なんすか、それ。残業ごときのイベントで、女とフラグを立てられるわけなかろう。いや、ほんと、その通り。ちょ、なんすか、ひも天四天王って。お量巻き込まないでほしいんですけど。
いや、ユーポと絡んでる時点でだいぶあれだぞ。まあまあ、二人とも押し付けて。多分、こいつが一番早く彼女できそうだね。メガネをクイッと持ち上げながら、謎のドヤ顔をするゲンさんに、ひときわでかい声で騒ぐアッキーくん。それを眺める最年長のカズさん。いつも通りの俺たちのオフ会の光景だった。ね、女の子いないの？女の子。大学を卒業し、社会人として働き始めた頃、俺は、みゆきさんの勧めで、ダークギャラシーオンライン、通称 DGO っていうネットゲームを始めた。そのうち、カズ、なんだっけ、ゲン、アッキーというプレイヤーと仲良くなり、4人でパーティーを組んで戦うようになった。そしてある時、アッキーくんが、このメンバーでオフ会をやらないかという誘いを持ちかけてきたのだ。で、これになったわけね。以前の俺だったら、この誘いを断っていただろう。ネットの知らない人と実際に会うなんて怖いからだ。でも俺はみゆきさんと出会ってネットの出会いも悪くないと思うようになっていた。でもそれは運がいいだけで、中にはさ、殺人あったりとかさ、なんか詐欺られたりとか、お金パクられたりとか、まあいろいろあるからね。みんながみんないい人ってわけではないけど、まあ、運がいいだけでね。だからオフ会の誘いも了承した。実際に会ってみると俺たち4人は年齢も性格も全然違うのに不思議と気があった。やっぱ何かしら趣味が一緒だとね。大学では結局最後まで友人と呼べるような相手を作ることができなかったが、ネットのおかげで今ではこんなに気が合う仲間たちと出会えた。いや、彼女が全てじゃないってことだよね。あ、どうなったの？でもあの子なんだっけ名前、あ、また忘れちゃった。なんか大学にいた女の子、ほんといい時代に生まれたと思う。よかったな。誰なん？アッキーくん。20歳で芸人志望のフリーター。売れっ子芸人になって共演したグラドルと結婚するのが夢らしい。なんかやだ。ゲンさん、年は32歳。なんか足みたいな手じゃない？ハンドルネームは何これ、なんかすげえ中二病じゃない？と書いてファントムと読むらしい。ファントムパレードかな。俺たちは勝手にゲンさんと呼んでいる。カードゲームの大会で優勝するほど強いらしく、地元のカードショップでは中学生たちからキングと呼ばれてる。ら、そうなんだ。強いんだ。職業は不明。ニートじゃねえ。これとまともそう。カズさん、年は35歳で最年長。面倒見のいい兄貴で、俺たちのリーダー的存在だ。仕事は千葉でサーフィンスクールのインストラクターをしている。この人が一番最初に彼女できそう、やっぱり。ほらね。若い頃は女性にモテて随分遊んでたらしい。が、数年前、美術持たせに引っかかり、貯金を全て巻き上がれた以来、すっかり女性不信になってしまったそうだ。今ではもう二次元の女しか愛せない。あ、もうそれが一番いいと思います。私は二次元の男しか愛せないですね。ネットゲー好きのくせに重度の機械音痴で、最近はなぜかやたらと、ログインパスワードを忘れてしまった、ホームページの消し方を聞いてくる。よほど消したい何かがあるのだろう。なんだろう。何があったんだろう。みんな年齢も職業もバラバラで、普通に生きてたら出会えなかったような人たちばかりだ。ネットの出会いはこういう人たちと縁を結んでくれるから、やっぱり面白いしやめられないんだと思う。え、それわかる。なんかうちもさ、まあ進撃とか好きじゃなかったらきっと出会えなかった友達なんだろうなって思うもんね。うん、絶対出会わないもん。住んでるところも違うしね。お待たせしました、生ビールとウーロン茶っす。いつの間にかカルさんが全員分の注文を済ませてくれていたようだ。うわ、兄貴だわ。キンキンと冷えたジョッキとグラスがそれぞれの手に行き渡る。よし、みんな飲み物持ったな。カルさんが全員の顔を見渡す。カルさん、いいね。俺たちはきっと周りから見たらいい歳して彼女も作れず男だけでつるんでいるかわいそうな奴らなのだろう。ね、でも楽しけりゃいいと思うよ、うちは。男であろうが女であろうが楽しけりゃいいんだよ、それで。でも、そのような勝手に言わせておけばいい。それじゃあ、ゆうぽんくんも揃ったことだし、改めまして、乾杯！ゲーピーですね。え、楽しそうじゃん、ゆうぽん。で、彼女は？作る気ないの？気の合う仲間たちとこうして集まって飲んで、バカな話でたくさん笑って。痛々しくても構わない。堂々と胸を張って言える。いいことですよ、やっぱり。俺は今幸せだ。で、エンド1、ネット友達。わー、いいね。
めちゃくちゃいいじゃん、充実してる。え、待って、これさ、え、待って、これ一個何、ちょっと待って、これヒント見てみる。とあるキャラクターの好感度を最大にした状態でデイゴ金曜日の放課後にカエルを選択。え、とあるキャラクターの好感度を最大って誰、これかな、もしかしてカエル。やることはないし、もう帰ろう。え、この前ゼミスト行ったよね。あ、なんか、同じこと言わないで、なんか。ハモるの嫌だ、お前と。あ、え、多分これじゃないか。お、これ見たことないよね。校門の近くに男女合わせて10人程度の集団が立っている。え、誰ですか？多分この人イケメンっぽいな。よく見ると、なんとかゼミのメンバーだ。その中には佐々木さんの姿、待って、これ待って待って、お前佐々木と、待って、ユーポンで佐々木、ちょっと待って。そういえば、金曜日は、ゼミの飲み会があるって言ってたの。こっちには気づいてないみたいだし、今のうちにさっさと帰って。え？誰ですか？あれ？ユーポンくんじゃん！最悪だ。ゆるによって、ゼミの中心的な存在である陽キャの男に見つかってしまった。それはだるいね。あ、ユーポン陰キャなんで。ちょうどよかった。今、一人急に来れなくなったって連絡入ってさ。店に人数変更の電話するのだるいし、代わりにユーパンくん参加してよ。どうせ家に帰ってもやることないっしょ。嘘嘘、いや、その、はい、決定。じゃあみんな、店に移動するよ。最悪だ。夜明けの男の一斉で、ゼミの集団がゾロゾロと歩き出す。ああ、最悪の金曜日だ。母さんにご入らないって連絡しとかなきゃ。もうなんかもう、なんかもうそれがいいキャラな。いや、いいと思うよ。親と仲いいのはめちゃくちゃいいんだけど、なんかね。でも陽キャの男たちは多分言わないと思うしな。母ちゃんにな。ってここでなんか変わるんじゃない？憂鬱な気持ちで、LINE を打ちながら、俺もその集団の後をついていった。でも母ちゃん嬉しいんじゃない？は、ユーポン、私の息子にもついに、みたいな。お！わたたみ、居酒屋入りました。でも佐々木さんいるんでしょ？よし、全員分の飲み物。もう来てる？ユーポンだけ来てなかったらどうしよう。ちょ、ナベさん、まだ始まってもないのに一芸しなくていいから。まだ空気がちょっとやだ。早まるなって！空気が、うわ、なんかやだ。お調子者の男子学生が突然 T シャツを脱ぎ出し、周りの男女が手を叩きながら爆笑する。うわ、大丈夫かこれ、ユーポン。だって、さっきは、ネットもだよ！オンラインゲームで出会った人を飲みしてたのにさ、俺は何が楽しいのか全くわからず、黙って手元のウーロン茶を見つめていた。大丈夫かな？みんな、飲み物行き渡ったみたいだな。ご本！皆さん、今日はお忙しい中、おつわっちゃった。あ、皆さん、今日はお忙しい中、お集まりいただき、おい、話長えぞ、早く飲ませろ。そうです、それで、うるせえぞ、男ども。それじゃあ皆さん、今日もお疲れした、乾杯乾杯。よく佐々木さんもいるってことでしょ、こんな男臭い中に。かわいそうなんだが、その頃の飲み会は想像通り地獄だった。あの教授がうざいだとか、誰と誰が付き合ってるとか、やったとか、そんなのどうでもいい会話が1時間ほど目の前を飛び交っていた。当然、俺が入れる話題の一つもない、俺は童貞です。ただ、騒がしい居酒屋の片隅で、物言わぬ地蔵とかしていた。うわ、誰か振ってやるよ、ユーポンに。佐々木さんがいるからな。ちらりと佐々木さんの方を見ると、他ゼミ生と楽しそうに談話していた。あ、佐々木さんはまたあれなのかな、女の子の方にいるのかな、多分。なんだか彼女が遠い存在のように感じられた。いや、ここ数日、なぜか話す機会が多かったからか、勘違いしていたせいで、彼女はもともとあちら側の人間なのだ。俺と住む世界が違う。おそらく飲み会は2時間ほどで解散となる。残りあと1時間で長いな。進み遅いですね、なんかね。適当にその部屋ブラブラして時間を潰せないだろうか。俺が途中で席を立ったって、どうせ誰も気づきはしないだろう。確かに。だがトイレ行くがてらさ、俺はこっそりと席を立ち、廊下に出た。え、結構綺麗な雰囲気じゃない？どこか時間を潰せる場所はないだろうか。
あれは。何か見つけました？数メートル先の喫煙所で、ゼミの男連中が数人集まって何やら話していた。見つかったらめんどくさいし引き返そう。そう思って道を戻ろうとしたが、不意に耳に飛び込んできた言葉に足が止まった。何？え？佐々木ちゃんってさ、地味だけど結構胸でかいよな。やばい、狙われてる。俺も思ってた。隠れ巨乳。マジやろ。なんだこの男と、マジで。他の仏様に比べたら顔も悪くないし、男慣れしなさそうだし、ああいう器用な女は罪に頼みを何でもしてくれそうなところがいいんだよな。対応間違えると後で面ヘラ返して面倒いけど、酒も強くなさそうだし、量飲ませればワンチャン持ち帰れるんじゃね。俺たちここから近いし。ふわ、お前だけいい思いしようとするなんてずるいぞ。俺らも後からちゃんと呼べよ。何この人、最悪なんだけど。佐々木ちゃんをどういう目で見てるんだお前らは。ぶっ飛ばせユーポン、こんなやつ。おい、お前はどう思うんだ。お前もあっち側になりたいと思うのか。俺も持ち帰りてえなみたいな。大変だ、あいつらそんな最低なことを企んでいたなんて。一刻も早く佐々木さんにこのことを知らせなければ。でも俺がいたところで彼女は信じてくれるだろうか。信じるでしょ。そもそも今は飲み会の真っ最中で、周りに人がたくさんいるし、どうやって彼女だけにこっそり伝えればいいんだ。柱の陰で頭を抱えていると、先ほどの男連中がみんないる個室へと向かっていくのが見えた。まずい、さすが行動を起こす気だ。え、やばい。俺は急いで彼らの後を追った。え、どうしよう、佐々木さんが危ない。どうしよう。ちょっと男子たち、今までどこ行ってたの。こういう女には興味悪いってことでしょ。悪い悪い、ちょっとタバコ吸いに行ってたんだって。つーか、みんな盛り上がってる。やばい、飲まされる。あれ、佐々木ちゃん全然飲んでないじゃん。やばい。え、やばい、隠れ巨乳が。突然陽気男に囲まれて、佐々木さんは困惑した表情を浮かべる。男は日本酒の瓶を持って彼女の隣に割り込んだ。やばいやばい。ほら、遠慮しなくていいから飲んで飲んで。いや、でももう十分飲んだし、私お酒はそこまで強くなくて。そんなノリ悪いこと言っちゃう。みんなも佐々木ちゃんが飲むところもっと見たいよね。見たい見たいと周りの男連中が生やしたって。もう最悪だこいつら、マジで。お前が飲め。そのうち誰からともなく飲みコールが始まった。え、かわいそうなんだけど、佐々木ちゃんのちょっといいとこ見てみたい。はーい、飲んで飲んで飲んで。え、周りのゼミ生たちが面白がって手拍子。え、なんなのなんなのこれ、かわいそうなんだけど。おい、ユーポー、何やってんの今。完全に佐々木さんが飲まなくちゃいけないような空気にさせられていた。彼女もそんな空気をさせたのだろう。引きついた笑顔を浮かべながら日本酒のグラスを持った。え、佐々木ちゃん本当にこれで。え、ユーポン、その場にいるんだったら止めればよくない。こんな世界でいいんだろうか。こんな俺でいいぞ。そんな俺でいいのか。俺は佐々木ちゃんの息もね。3、2、1。お俺が飲みます。かっこいいところあるじゃん。ユーポン、今までで一番かっこいい。やべえ、でも空気が。ゼミ生も追加の注文を聞きに来た店員も、トイレから戻る途中だったサラリーマンも、全員がポカンとした俺を見ていた。やばい、声の音量を間違えたかと。俺は自分のしでかしたことの重大さに気づいて、その結果引いた。佐々木さんはでも助ければいいんだよ。え、ちょ、何、急にどうしちゃったのユーポン君。受けるんだけど、このタイミングで大学デビュー。陽気男が喋り出したきっかけに、他のゼミ生たちも一斉に笑い出す。マジで無理こいつら。今度は急激に顔が熱くなった。そんなに飲みたいなら飲んでいいよ。はーい、みんな注目。
ゆうぽんくんが今から男の見せてくれるみたいなんで、手拍子お願いします。やばい。趣味の悪い飲みコールが始まった。俺はそれに合わせて、渡された日本酒のグラスを一気に飲み干す。え、大丈夫か？ゆうぽん！佐々木さんを助けるためだ。味なんてわからない。ただ胃が熱くなって吐き気がこみ上げてきた。え、かわいそう。お、ゆうぽんくんやるじゃん。誰か追加で酒持ってきて。え、まだ飲ませんの？ちょっとやめなよ、男子。ゆうぽんくん顔真っ赤でトマトみたいになってるじゃん。トマトね。平気平気、飲まなきゃ大学生じゃないっしょ。え、最低なんだけど。あ、やばい、ぼやけてきた。え、まだ飲んでる。飲んでも飲んでも次のグラスが運ばれてくる。うわ、これやべえぞ。やべえコースだぞ。俺は家計代々酒に弱い体質だった。当然俺も飲むとすぐに顔が真っ赤になって気持ち悪くなってしまうから普段から飲まないようにしてたんだけど、ああ、頭がグラグラする。え、ゆうぽん？俺は完全にこいつらのおもちゃにされていた。見下されて笑われていた。惨めで情けなくて悲しくて悔しかった。それでも佐々木さんがこいつらのおもちゃにされるよりずっとマシだと思った。え、めっちゃ優しいじゃん、ゆうぽん。ダメだ、ぼーっとしてきた。まともに目を開けられていない。意識がだんだん朦朧と。え、あ、しじまで倒れた。俺はそこで意識を手放した。最後に目に映ったのは佐々木さんだった。今にも泣き出そうな顔でこちらを見る佐々木さんの姿だった。うわ、これうまくいってほしいな。ゆうぽんにもちょっと幸せを。じゃあそろそろ一旦お開きにしまーす。二次会はカラオケでーす。こいつゆうぽんはどうする？完全に潰れてるけど。その辺の道路の脇にも放り出しておけよ。冬じゃないなし、死にはしないだろ。そんなことで佐々木ちゃんはもちろん二次会行くよね。ここで帰るとかしらけること言わないでしょ。帰ろう。私はゆうぽんと一緒にいて。佐々木ちゃん、ここはどこだろう。頬にひんやりとした夜風が当たる。外？俺はさっきまで居酒屋にいたはずじゃん。え？かすかなシャンプーの香りが鼻をくすぐる。え、佐々木さんが目の前にいる？誰かが俺の顔を覗き込んでいる。佐々木さん？はぁ！はぁ！はぁ！あ、気づいた？具合はどう？大丈夫？佐々木さんの顔がすぐ近くにあった。やばい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 ！慌てて距離を取ろうとするが、彼女に阻止された。いいから、このままで。すぐにタクシー来ると思うから、ちょっと待ってて。佐々木さん、そうか。あの後、俺を連れて店を出てくれたのか。じゃあ、あいつらには何もされてないんだな。よかった。え、ゆうぽんマジいいやつ。ごめんね。また助けてもらっちゃって。風に乗って彼女のか細い声が耳に届く。俺はやっぱり間違ってると思う。え？おせっかいかもしれないけど、やっぱり無理して他人に合わせて自分を押し殺すような生き方ダメだと思うんだ。佐々木さんがもっとちゃんと心から笑えるように。俺は何を言ってるんだ。え、で間違ってることは言ってない。本当にその通りだと思う。人に合わせるのは本当良くない。酒のせいだろうか、口からポロポロと言葉がこぼれ落ちる。ありがとう。付き合いましょう。俺の意識はまた深くそこへ落ちていった。うわ、かわいそう、マジで。その夜、夢を見た。夢かい。どんな夢見たの？うわ、学校だ。夕暮れの教室。メガネをかけた気の弱そうな女の子が数人の女子に囲まれている。お前さ、私の彼氏の色目使っただろ。あ、かわいそう。違う。私はただ、彼に数学の課題がわからないところ教えてほしいって頼まれて。は？私の彼氏の方があんたに言いよったって言いたいの？ちょっと勉強ができるからって調子に乗ってんじゃねえぞ。あ、かわいそう。何？言いたいことがあんならはっきり言えば。そうやっていつもおどおどして
他人の顔色伺ってるとこ見ててイライラする。いつも一人でノートにアニメキャラばっかり書いてさ、キモいんだよ。うわ、やばい、めっちゃ怒られてる。うわ、何された？デブられたスケッチブックの切れ端がひらひらと舞い落ちる。メガネの少女は何も言わずうつむいていた。こういういじめがあるんですよね。あの女の子は、俺だ。え？あの女の、隣に佐々木さんいるとかない？隣に佐々木さんいない？大丈夫？あ、そか。隣に佐々木さんいるんじゃない？この、飲みに行ってからも！ほら！頭がいよいよズキズキする。あ、そっち？え、いるんじゃないの？隣に。いないんかい！時計見るともう昼の12時だった。昨日はゼミの飲み会に参加させられて飲みすぎて意識がなくなって、それからどうしたんだっけ？どうやって家まで帰ってきたのか思い出せない。そういえば昨日の夜、変な夢を見た気がする。どんな夢だったか忘れてしまったけど、酒のせいだろうか、記憶がごちゃごちゃしている。俺は痛む頭を押さえながら、のすのすとリビングへ向かったら佐々木さんがいた。って。ほら！なんで佐々木さんがここにいるの？ほら、来ました。お邪魔してます。リビングへ向かうと、なぜか佐々木さんが妹と一緒にテレビを見ていた。もしかして俺はまだ夢を見ているのか？ちょっとあんた、恩人に向かって失礼なこと言うんじゃないわよ！マナちゃんはベロベロになってる。マナちゃんって言うんだ。ベロベロになって潰れてるあんたをうちまで送り届けてくれたんだからね。もう深夜だったし、女の子一人で帰らせるのは危ないから、うちに泊まってもらったのよ。ちゃんとお礼言いなさい！そうだったんだ。ありがとう、佐々木さん。いえいえ、そんな。住所がわからなかったから、勝手にお財布の中の保険証見ちゃった。ごめんね。全然いいよ、非常事態だったんだし。マナちゃんはね、北海道から一人で上京してきて頑張ってるんだよ。あんたも少しは見習ってほしいわ。やばい、お母さん。マナちゃん、何かあったらいつでもうちに頼っておいでね。ここを大の実家だと思って。ちょ、お母さん、何バカなこと言ってんだよ。佐々木さん困ってるだろ。いや、喜んでるんじゃない？マナちゃん、またお泊まりに来てくれるの？やったー、なんか妹初めて見たか？今度は一緒にゲームしようね。かわいいな。そんな、もうさすがに申し訳ないし。え、誰？お父さんか？初めて見た。いいんだ、マナさん。遠慮せずにいつでも遊びに来てくれ。明日も休みなんだし、なんならもう一泊していけばいいんじゃないか。ちょ、お父さんまで。俺が寝ている間に一体何があったんだ？いえ、気が止まないですし、そろそろ失礼します。朝ごはんまでいただいちゃってごちそうさまでした。すごく美味しかったです。あら、残念。今夜は焼肉にするつもりだったから、ために食べていってほしかったのに。あ、そうそう。朝作った卵焼きまだ残ってるから、タッパーに入れて持って帰ったらどう？母さん、恥ずかしいからやめて！俺、佐々木さんは駅まで送り届けてくるから。はぁ、マナちゃんみたいないい子がお嫁さんに来てくれたらね。あー、もう痛います！もうお嫁さんにしよう！もう付き合おうぜ！母さんから爆弾発言が飛び出しそうになったので、慌てて佐々木さんを連れて家を出た。佐々木さん実は好きとかじゃない？どう？ユーポンどう思う？ごめんね、佐々木さん。俺の家族が、その、慣れ慣れしくて。ユーポンくんの家族、みんな楽しそうでいい人たちだね。なんだか実家にいた頃を思い出して懐かしくなっちゃった。そっか、ならいいんだけど。私ね、あの後二次会は行かないし、今後ゼミでやる飲み会は一切参加しないって言ったの。そしたら空気読めないなの、つまんないなの、非難号号で。ミレイちゃんからは、あんたのそういういい子ぶってるとこ前から嫌いだってはっきり言われちゃった。ミレイちゃんとはいつも一緒にいた晴れな巻き髪の女の子とだろうか。俺が潰れてる間にそんなことがあったのか。ああ、週明けからきっと大学で会っても無視されちゃうんだろうな。授業もお昼ご飯も全部一人。また一人ぼっちに逆戻りしちゃった。で、無理して付き合うよりかは全然いい。一人ぼっちはな、ユーポンがいる。俺でよければその、一緒にお昼ご飯食べたりしようよ。ぼっち同士な。佐々木さんが驚いた顔でこちらを見る。やばい、
勢いに任せて言ってしまったけど、俺と食べるくらいならぼっち飯の方がマシだっただろうか。あ、駅。気づくと俺たちは駅の入り口までたどり着いていた。私行くね。うん。やっぱり俺と二人で昼飯屋だと、いや、どうだろう。変な噂立てられるかもしれないしな。調子乗りすぎたかな。じゃあまた月曜日。次は学食で。お！一緒に食べていいってことだ。よかったな、ゆうぽん。佐々木さん恥ずかしそうに、はにかむと小走りで駅の階段を登っていった。結婚しよう。結婚。よ、よっしゃー！喜んでる。ついに彼女が、できるかもしれない。近くにいた小学生たちが何事かと目を丸くして振り返る。俺は感情を抑えきれず、ガッツポーズを決めながら家まで道のりを全力疾走で駆け抜けた。こんなにも嬉しいのは大学に入学して以来初めての友達ができてからなのか、それ以上の何があるのか、俺にはまだわからない。これからってことかな。じゃあ俺はただこの喜びを全力で噛み締めたかった。お、帰ってきました家に。ニヤニヤしながら、ただいま。おかえり。ちょっとあんた何ニヤついてんのよ。いや別に普通だし、ほっといてくれ。あ、ちょっと母ちゃんも感づいたんじゃない、もしかしてみたいな。一直線で自分の部屋に戻り、ベッドにダイブをする。ふと横を向くと、無造作に投げ出されていたスマホが目に入った。そういえば昨日はいろいろなことがあったから一度もマリーズ起動しなかったな。一度メッセージの確認をしておこう。え、確かに忘れてた。あ、ちょうど今 M さんからメッセージが来たみたいだ。え、なんて。こんにちは。こんにちは。あの、明日からアイサの映画公開するじゃないですか。よかったら一緒に見に行きませんか。そういえばそうでしたね。え、これさ、前と一緒じゃない、これ。これ一緒だね。これは、これまた多分次から来んじゃない。あ、でもなぜか一緒、佐々木さんの声がつらりとかな、慌ててかき消した。ん、前その後は大学のレポートやったり、アイスのアニメ DVD を見返したりして一日を過ごした。え、これじゃデートはせずに佐々木さんエンドってこと。どうなんだこれ。デートだってデートの日だよね。どうなんだこれ。あ、映画には行くんだ。なるほど。行ってきます。映画には行くみたい。なるほどねって、あ、でも一緒だ。あれ？ここ一緒か、流れもしかして。映画見終わってるのなんか違うのかもしれない、もしかしたら。ここ多分全部一緒で。おい、お待たせ。で、M ちゃん。お前選択肢なしでも M ちゃん、あ、佐々木さん、どうしてここに？なぜかそこには佐々木さんが立っていた。しかも、いつもと雰囲気が違う。髪はかなり短くなっていて、服装はラフな感じだ。え？その様子だとやっぱり気づいてなかったんだね。私が M だって、じゃああの M は誰？え、あの M は誰なの？え、嘘でしょ？だって、大学ではそんなこと一言も。大学では秘密にしてたんだよ。マッチングアプリやってるって周りの友達にバレたくなかったし。まあもう、バレる友達もいないんだけど。彼女は、待って。え、じゃあさっきの M は誰？とりあえず映画部の時間あるし、どっか店を帰ろっか。そこで全部話すから、ちょっと待って。え？さっきの M 誰じゃん？いらっしゃいませー。お。私、アールグレイお願いします。ユポン君は？俺も同じので。かしこまりました。え？ちょっと待って。どうなってんのこれ。お待たせしました。ウェイトレスさんが先ほど注文した紅茶をテーブルに置く。しばらくして佐々木さんが口を開いた。この間の月曜日だったかな。ゼミのことで話しかけたの覚えてる？その時ね、ユーポン君のスマホ画面がチラッと見えてね。なんか見覚えがある画面だなってよく見たら、最近 CM でやってるマッチングアプリだと思い出して。そういえば3周年記念キャンペーンの中に、マリーズは最近よくテレビ CM やっている。
まさかあんな一瞬スマホ画面見られただけでバレるとは。私、ゆうぽんくんとは一度ゆっくり話してみたいなと思ってたの。あいさのスマホケースやシャーペン使ってるのをよく見かけてたし、絶対趣味が合うだろうなって。だから私もアプリに登録してゆうぽんくんを見つけて話しかけたんだ。いやいや、普通に大学で話しかけてくれたらよかったのに。それは私、大学ではオタクらの隠し通そうって決めてたから、人目のあるところじゃ話しかけられなくて、見た目もオタクに見えないように頑張ってキラキラ女子大生っぽくしたんだよ。いわゆる大学デビューってやつ。まあ結局失敗しちゃったけど、やっぱり無理してなれないことしても続かないね。もう必要ないから、昨日の帰りに髪をバッサリ切ってきちゃった。服装だって本当はこういうラフな格好の方が落ち着くし好きなんだよね。そうなんだ。ええー、やっぱいろいろあんだね。なんでそこまでオタクなことを隠したの？そんなことする必要ないと思うんだけど。うん、そうなんだけど。私ね、高校生の時一時期いじめられてて。え、夢のやつ？え、夢のやつじゃない？いつも一人でアニメの絵ばっかり描いてて気持ち悪いって。ノート破られたことがあって。別にそれが本当の理由じゃなくて、ただ私が気に食わないから、オタクなのを理由にしていじめられただけなんだろうけど。でも私はあの時の光景が今でも頭を離れないの。だから大学生では今までとは全く違う自分になりたかった。でも無理して自分を偽っても疲れるだけだって気づけたよ。ゆうぽんくんのおかげだね。これから周りの目を気にせず自分らしく生きていくよ。いや、ほんとそれがいいと思います。それがいいと思います。すぐ吹っ切れたような清々しくて眩しい笑顔だった。いや、周りの目を気にしたのは俺も同じかも。そうなの？俺、彼女いないって周りから思えるのが嫌で、アプリを始めたんだけど、それってちょっと違うよな。本当は好きな子ができて、好きだから付き合いたいと思うものなのに、彼女が欲しいからって誰かと付き合うなんて相手にも失礼だ。ふっ、付き合おうぜここ。え、俺なんか変なこと言ったかな？いや、ゆうぽんくんは真面目だなって、なんか安心しちゃった。ゆうぽんくんの彼女になる人はきっと幸せなんだろうね。もう、佐々木さん！俺たちここで言おう！ここで！ここで言おう！俺と付き合ってください！言って！どうしたの？急に大きい声出して。いや、アプリの大会期限今日までだったなと思って。あと忘れずに大会しとかなきゃ、月額費4000円も取られちゃう。あー、そういえば、男性会員は無料で使えるの7日7日までだったね。でもよかったね、終わるまでに会えて。そうだ、今ここで一緒に大会しよっか。そうすれば忘れる心配もないでしょ。私はもう必要ないし。え、今？お！そうそう、ほら、スマホ出してアプリ開いて大会画面出せた。ちょっと待って。やばい。うわ、やばい。なんかやばい。付き合おうぜ。もう出せたよ。じゃあ、せーのの合図で一緒に大会しようね。いくよ。はい、はい、はい、せーの。ついに俺のマッチングアプリ体験もこれで終わりか。長いようで短かったな。すごく充実した一週間。私も充実した、マジで。偶然とはいえ、今日はこれのおかげで佐々木さんとデートできたわけだし、感謝しなくちゃな。せーの、はい。はいとか言ってやるやついないよな。うわー、大会長よろしいですか？これ私がお世話いいですか？はい、ありがとうございました。今まで幸せでした。7日間、マジで佐々木さんに出会ったのがやっぱ何よりも幸せでしたね。おっ、ってことでマッチングアプリ出会い中してみた、終わりました。なんか思いがけない終わりだったな。まさか佐々木さんではいってこう一緒に大会して終わると思わなかったし、 M ちゃんって佐々木さんだったんだ。そこが一番ちょっとびっくりしたけどね。マジかと思った。じゃあ、あのメガネ誰だったの？暗髪メガネ。待って、黒髪眼鏡はもしかしてあれ過去の佐々木さんで、マナちゃんっつったっけ？なんて言ったっけ？あれどういうこと？なんか繋がってた、もしかして。なんでみゆきちゃんだったっけ？で、佐々木さんってマナちゃんだったっけ？で、全然別人か？結婚した？数年後？結婚した？
痛い。そろそろ出発する時間だけど準備できた？男。誰？荷物はもちろん完璧だけど、向こうのご両親にどうやって接すればいいんだろう。緊張で胃が痛くなってきた。これユーポンか？なり始めとかも話さなきゃだよね。娘さんとは大学のゼミで知り合ったをきっかけで親密になり、マッチングアプリでデートしたことをきっかけにじゃなくて、確かに正確なこと言うならそうかも。でも新世代の人たちってアプリとかそういうのに偏見ありそうだし、変な目で見られたらどうしよう。はは、冗談に決まってるじゃん。ほんと真面目だな。付き合ってる付き合ってる。いちいち乗り始めなんて親に説明しなくていいから。それに出会ったきっかけとか仲良くなったきっかけは何であろうと関係ないよ。え、やばい、よかったぞお前。好きな人と出会えた、それだけで十分なんだから。めちゃくちゃいい話じゃん。トゥルーエンド、佐々木さんおめでとう。ユーポン、いやすごい、マジですごくよかった。エンド最高すぎる。めちゃくちゃいいエンドじゃん。お、終わった。大会処理は完了しました。ご利用ありがとうございます。わあ、すごい。じゃあこれでエンドもね、全部回収し終わりました。いやー、ってことで皆さん、マッチングアプリで出会い中してみた、以上となります。前にも続きじゃない、前のストーリーの方もね、投稿してますので、よかったら続けてみてはいかがでしょうか。いやー、めちゃくちゃ面白かった。いやー、出会いって素敵だね、やっぱり。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おつぱん。